アントン・ビクトロビッチ・イエルチンはアメリカ合衆国の俳優。ソビエト連邦でロシア系ユダヤ人の家庭に生まれ、生後6ヶ月で両親と共にアメリカに移住した。子役としてキャリアをスタートした。ソビエト連邦ロシア連邦共和国レニングラードに生まれる。フィギュアスケートのペアとして国民的人気があった両親はユダヤ人であることを理由に1972年。 札幌オリンピックへの出場を認められなかったとされている。1989年9月、一家は難民としてアメリカへ移住する。4歳で演技に強い興味を示し、ロサンゼルスのマグネットスクールで演技を学ぶ。2007年、南カリフォルニア大学へ入学。9歳で活動を開始。2001年に、 アンソニー・ホプキンスと共演したアトランティスの心で広く知られるようになり、ヤングアーティスト賞主演男優賞を受賞したほか、ロバート・デ・ニーロ主演、15ミニッツ、モーガン・フリーマン主演、スパイダーなどに出演。テレビでは SCI5 のミニシリーズ、テイクンなどいくつかのシリーズに出演し、ハフ・ドクターは中年症候群ではハンク・アザリア演じる主人公の息子を演じた。 その後、グリフィンガン監督、フィアスピープル、デイビッド・デュカブニー初監督作、最高の友達、ニック・カサベテス監督、アルファ・ドッグ破滅へのカウントダウン、ジョン・ポール監督、チャーリー・バートレットの男子トイレ相談室に主演。さらに2009年には、スター・トレックのパベル・チェコフ役、ターミネーター4のカイル・リース役とサマームービーの大作に相次いで出演し、ピープル氏の 最も美しい人100人に選出された。2016年6月19日、リハーサルの時間にも姿を現さなかったことから午前1時頃に、友人たちが自宅を訪れたところ、自分の車と門に取り付けられた、郵便受けの間に挟まれて死亡しているのを発見された。27歳ボー車のエンジンはかかっていて、ギアがニュートラルになっており、また、 アントンの家から門までは急な坂道になっており、何らかの理由でエンジンを切らずに門の方へ向かったところ、坂を自然に下ってきた車に押し潰されてしまったと考えられている。遺作となったのは2週間前にクランクアップしたサラブレッド。アコースティック音楽が好きで自身のバンドではギターとピアノを演奏していた。ありがとうございます。